皆さんこんにちは、アイです。今日は猫ちゃんの歯磨き方法を紹介したいと思います。以前の動画でもね、詳しく紹介したんだけど、今日は具体的に私がどんな風に小島るの歯磨きをしてるか紹介したいと思います。小島るはね、今3歳なんだけど、とても綺麗です。歯がとても綺麗です。アメリカではね、猫とか犬の歯石取りは麻酔をかけて行うので800ドルから1000ドルかかります。つまり10万ぐらいかかるんですけど、小島るはね、何ヶ月、1ヶ月くらい前かなに歯石取りしました。で、麻酔をするときに毛を剃られるので、ここの部分がまだちょっと薄いです。ありがとう、こじちゃん。で、私がいつも使ってるのが、この女性の鼻をきれいにするこういうブラシです。これはね、まだ新しいやつなんだけど、Amazon で3つセットとかで、1000円もしないです、多分。これも多分3つで6ドルぐらいで買ったのかな。こういう風にね、ちょっと突起がついてる方が歯石がよく取れます。従来のはね、多分こういう突起がついてないやつだと思います。日本でもね、薬局とか100均でももしかしたら売ってるかもしれないです。薬局で私はよく見ますね、こういう鼻をきれいにするグッズで。ワンちゃんの歯磨きする時も、大型犬だとワンちゃん用の歯ブラシ使っても歯の根っこにある歯石は取りにくいので、これと両方併用するといいと思います。でね、以前の動画で紹介した、私はクマザサエキスをちょっと水に垂らして、その水をつけながら小島るの歯を磨くこともあれば、猫ちゃん用のね、歯磨き粉とかを使ってもいいと思います。でもその場合は成分をよくチェックして、あんまりね、添加物がなくて、なおかつ安全なものを使ってください。添加物がない歯磨き粉には賞味期限がすごい短いものも多いので、やっぱりね、できれば水だけでよく磨くのが一番いいかと思います。あと、デンタルケアのスナック、緑色のデンタルケアのスナック、ちょっと固めのスナック、猫とか犬用のが売ってるので、デンタルケア猫犬用スナックとかで検索したらたくさん出てくると思います。そういうのもおすすめです。人間も一緒でね、硬いものを噛むことによって歯の汚れが取れやすくなります。私はたまに小島るにブルーベリーとか、あとイチゴを食べさせて、そのフルーツさんである程度その歯の汚れを取ってから歯磨きしたりもします。こじちゃんはベリー系が大好きなので、簡単にあげたら食べてくれるんですけど、食べてくれない猫ちゃんはね、いちごを4等分ぐらいに切って、それでまず歯を磨いて、それからこういう歯ブラシをするとすごく汚れがきれいに取れます。試してみてね。